おはようございます。バコメの修作でございます。月曜日祝日でございます。今日はね、この後午後一個だけ打ち合わせがあって、その後は何もないんだな。今日献血王子がお休みだって言うからな。打ち合わせさえなければ一日中遊べたのにな。まあ仕方がない、仕事ですから。夕方から遊ぼうかな。どっか出かけようかな。でも夕方だとどこももう出かけられないからな。うちでご飯でも作るか一緒に。まあとりあえずいつものように、今日の分の100円。そんな大して打ち合わせることもなさそうなんだけどな。まあとりあえず行ってきたいと思います。あれは、ただいま。おう撮影ですか。え、撮影ですか。久しぶりだね王子。会いたかったよ。ちょっと王子と喋りたいこといっぱいあったんだよな。王子と喋りましょう。ゆっくり。そうだよ、カメラの前で喋れないの話もいっぱいあるんだよ。パン持ってきました。え、お、素晴らしい。ジョアのパン、パンゲット。また動画の編集の間ちょっと待ってもらってもいい。はい、カレー作るから。冷凍してたニンニク、セロリ、いただいたホールトマト、東ミキサカレーライス完成。いただきまーす。うん、うん、あ、おいしい。辛いね。いいね、辛口だね。でもすごい、やっぱり野菜の旨味が出てるからね。ね、あ、うまい。アスパラいいね。うまい。あ、今度王子にあれ作ってあげたいんだ。カレーのドリア。あー、美味しそう。うまいのよ。チーズ乗っけて、そう、ご飯を下に敷いて、うん、カレー乗っけて、真ん中に卵をこうパッとやって、うん、上にチーズやって、最高。シャープのヘグシオでやればバッチリ焼ける。焦げ目のついたさ、焦げ目がついてブクブクしてるチーズをこうパリパリってやって、あ、いい。そう、あ、いいな。もうそこらでチーズハットグ食ってる JK なんかよりも俺らの方がリアージュしてっからって感じ。新しいっちゃ新しいですからね、うんうん、今日王子泊まってってくれるでしょ。よかった。今日上で寝る、下で寝る、一緒に下で寝ますか。おはようございます。僕先に出るから。はい、わかりました。もうね、あ、もう出なきゃいけない時間だった。あ、8時半のバスには乗るんだ。お、行ってらっしゃいませ。今日の100円だけ持って、うん、よいしょ、ポケット入れちゃおう。行ってくるね。行ってらっしゃい。さあ、山形県にやってまいりました。よいしょ。今日は鶴岡に行くそうですよ。ケータリングも出るし、あとお昼ご飯も食べれると思います。楽しみだ。今日もよろしくお願いします。ケータリングちょうだい。ケータリングは、はい、こちらから。あ、やった、エナジーコーラゲット。今日お昼ラーメンらしいじゃないですか。あ、ラーメンです。今日は美味しいとこなんでしょ。あ、はい、美味しいとこです。あ、食べたことある。あ、あります、あります。美味しい、美味しい、美味しいです。わ、中華そば、コットンのさん、有名店の、のれん分けのお店ですね。わーい、チャーシュー麺、大盛りですよ。大盛りですよ、木村さん。むせてる場合じゃないですよ。水飲んでる。麺&チャーシュー。4 3 2 1。
頭の上あたりにピョンっての投げ目じゃなくて最初は乗っけるのがいいんだ。おお、ちょっとこう見えるんですよ、影が少しあるのが。おいきますよ、手前に回すの、手前に。おお、逆逆。佐藤さん何点ですか、何点ですか。1回回すと10点なんです。はい、お10回回して100点。はい、0点です。今のところ0点です。ほら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 、50点ぐらいもいったじゃないの。行くか。あぶな、汚ねえな汚ねえな汚ねえな、汚くねえよ汚くねえよ汚くねえよ。さあ始まりました、バクコメの他力本願。またまた新アシスタント候補が来てくれてますよ。はいはい、皆さんこんにちは、ラスコリニコフです。よろしくお願いします。お願いします。ラスコリニコフ、20代女性です。ラスコリニコフ、何ですかこれ。さっき買ってきたんですけど、サバ缶とイワシ缶です。サバとイワシの缶、シュウさんが100円生活してるから、そうなんですよ、ぜひ食べていただきたくて。いいサバ缶ゲット。これ必ず言ってるんです、いつも。何なんだそれ。いつもね、YouTube でこれお決まりにしてるんです。よくガリガリしたこと言ってるんです。モンスターゲットカメラに向かってなんか一人こと言ってるからね。YouTuber ですから。やばいやつですよ。うわめっちゃでかいペヤングが。ペヤング、超大盛り。宮町の竹坊さんからの。あれ差し入れだそうですよ。なんか最近アシスタント候補の皆さんはこうやって差し入れをするようになってきましたね。いやもう全然そんなのはね、本当大丈夫ですから。採用かな。なんだよ。すぐじゃん。小説書くの？小説いいじゃないですか。すごいね。当たると金持ちになるから。もう大先生に、ね、なるかもしれない。その時はだからもうアニメ化とかして、もうお二人に声優やってもらおうと。いやいやいや、もう僕らはもう全然声優はね、大変ですよ、絶対。修作さんなんかね、なんかできそうって。俺そんなのできないって。できない、本当に。やれやれ、こいつの同級生とはな。ない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 。じゃあちょっと半沢さん、イケボ風になんかメッセージ読んでください。イケボ風に。はい、じゃあこれ読んでください。はい。あ、これ、ね。まずラジオネーム誰かですか。ラジオネーム、北英な。いやいや、それコント前の怒り屋長介さんだもん。じゃあいつものコーナー行ってみましょうか。ピヨタマワイドの裏側を喋るコーナー、略して、玉の裏のコーナー。どんな言い方してんだよ。でんでんでん。でん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 。爽やかな曲ですからね。出なぁ。出たよね。出てますね。出てるね。ただいま。さあ、山形から帰ってきたよ。食うか、これ。なんか、なんか、こういうの食べてみますっていう、中学生 YouTuber みたいで嫌だな。どうなってんの？この辺がダメ。あー、なるほどな。すごい量入ってる。2回とかに分けれないんだね、これじゃ。ここまでとは書いてあるけど、見せちゃおう。普通のペヤングが2個入ってる感じだね。このティファールこぼれる。いただきます。ノーマルの方が好きだな。ごちそうさまでした。ペヤングはあんまいっぱい食うもんでもないね。ありがたみが分かんなくなっちゃう。途中からもう何食ってか分かんなくなってしまう。腹もいっぱいになったし、これから朝まで動画の編集でもするか。というわけでまた明日、アレマー。